さあ、それでは歌のコーナー参りましょうか、はい、ステージには浴衣姿でお越しいただいた藤ひろみさんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず麻生さん、はい、今日は藤さんにひろみの幸せ温度という歌を歌っていただくんですが、はい、麻生さんにとって幸せとはどんな幸せをお望みですか？最近なんですけど、平穏無事がなんか一番ってなんか思うようになってしまいました。平穏無事が一番何でもないことが一番幸せっていうのをつくづく感じてしまうような年になってしまいました。あ、そうですよね。かなりの年の方がそう思われますよね、はい、私なんか一番幸せっていうのは福沢諭吉さんに囲まれること、これが一番の幸せでございますね。はい、富士さんにとって幸せはどんな幸せ？そうですね、やはりあの私の歌を聴いていただいて、うん、幸せを感じていただくことが私の幸せです。なるほど、はい、で今週のこの浴衣の絞りですよね、はい、これはあの有松絞りの浴衣でございます。何かこの意味合いがあるんですか？あのひろみの幸せ温度の2番の歌詞に出てくるんですね、うん、有松絞りの小粋な子というね。なるほど、はい、はい、それでは歌っていただきましょう。藤ひろみさん、ひろみの幸せ温度、どうぞ。春は桜の花吹雪、秋にはあてやかきくりんよ、よってみやせ名古屋城、シャチも見とれて踊り出す、よいと、いらせよいよいよい、さあさあいらせ踊りゃ声をかけよか誘おうか、有松絞りの小粋な子、知ってりゃすか芸所、名古屋踊りの華やかさ、ちょいといらせよいよいよい、さあさあいらせ踊りゃ幸せ温度でにやかに。はあ、色きしめ味噌煮込み、天むす手羽先ひつまぶし、食べてみやせ味噌カツも、お国自慢の名古屋飯、ちょいといらせよいよいよい、さあさあいらせ踊りゃ幸せ温度でにやかに。はあ、心つないで輪になれば夢が咲く、聞いてみやせ歌いやせ、歌はひろみの元気節、ちょいといらせよよ